FM アップル 76.5MHz 生放送でお送りしております。札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けてユーストリーム放送、見えるラジオでお届けしております。さて、毎月第4月曜日、 B 型肝炎またウイルス性肝炎について連載方式でお届けしております。今日もスタジオにはこの方お越しいただいております。肝がん検診団団長、そして札幌緑愛病院肝臓センター所長でいらっしゃいます、川西照明さんです。川西先生、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この1ヶ月はどのようにお過ごしでしたか？そうですね、一応年末年始は、はい、大雪が降ったりとかいろいろでしたけどね、はい、一応年が明けて、十勝の目室町の町長さんに肝がん検診の助成のお願いとか、はい、周知のお願いで、あとウイルス肝炎検査だとか、はい、それとまた音更町の町長さんにも会ってもらって、その時は十勝の B 型肝炎の原告さんも一緒に行ってくれて、はい、自分たち の, そのこういう肝炎対策を、ね、しっかりやってもらうことが、まあ、住民もそうだし国民も救うことになるよということを、ね、はい、一緒に訴えてきてもらいました。であと先週あたり石狩市の方にも行ってきまして、それで、まあ、医療公園だとかそういった肝炎ウイルスの取り組みをですね、はい、ぜひ一緒にやっていただけませんかということで、まあ、向こうの方も非常に前向きに検討していきましょうということで返事をしてくれたので、はい、まあ、これから先また頑張っていこうかなと思ってます。であと肝炎肝臓の勉強会もですね、はい、先週やってきまして、まあ、そういったことで、まあ、いろんな人たちとまた交流してきて、肝炎のこと少しでも知ってもらうきっかけになったかなと思って行ってました。いや、そうですね。いや、でも全土いろんなとこ行ってらっしゃいますね。はい、はあ、でもなんか雪の多さとかで予定通り行かなかったとかなかったですか？いや、確かに十勝行くときに道路を通ったんですけど、はいはい、除雪だとかあとこうなんですか、事故車とか故障車があったりとかするとやっぱり思った通り行かないのでちょっとかなり焦った時もありましたね。はい、でも各地でこうやって迎えてくださるとか、また各地にももちろんですね、その地域に B 型肝炎またウイルス性肝炎の患者さんはどこにでもやっぱりいるわけですよ ね, すね。地域とか誰かを選んでるわけではないので、やっぱその土地、住んでいる土地での取り組みって大事ですよね。やっぱり直接話していくときに、その北海道議員の方だとか、はい、その地元の町議員、市議員の人とかっていうのにこう、はい、一緒に聞いてもらうことで、まあ、議員さんたちも知ってくれるし、そうやって役場っていうか市役所だとか、はい、役所の方々も、まあ、理解を深めてくれるっていう機会にもなって、まあ、本当にこういうことをちょっとずつやるっていうのもね、大事だなっていうふうに感じました。はい、今日はそんな中お隣にお一方ゲストの方お越しいただいております。ゲストの方のご紹介と、今日のこの流れですね、ぜひ教えていただけますか？はい、えりも町の保健師さんの中野さと子さんですね。はい、私が肝がん検診で、はい、取り組み始まった時にですね、えりも町に行った時に、まあ、すごい若手で、来てくれた方でして、はい、でまあ、この間ずっとその肝がん検診 の, 途中で亡くなったりとかってのもあったんですけども、はい、まあ、この中野さんたちが担当してくれるようになって、まあ、去年からですね、えりも町も助成制度が、はい、特性の3000円町が負担してくれるという制度をですね、うん、再度復活させたりということで、はい、まあ、地道にこうその都度その都度こう町の方に働きかけてくれたりだとか、あとその検診が必要な人たちに、ね、働きかけてその受診者を増やそうということで、はい、まあ、非常に積極的に取り組んでくれた、まあ、入町の保健師さんたちまだ何人かそういうふうにやってくれる方いて、はい、まあ、今日来てくれたのが中野さんということなんですけども、いや、改めてご紹介しましょう。えりも町役場保健福祉課、保健師でまた保健指導係長でいらっしゃいます中野さと子さんです。中野さん、こんにちは。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はえりもからお越しいただけたんですか？はい、ありがとうございます。ラジオ出演というのは初めてなんです。初めてですか？はい、いやー、今日初めてなんですって目を輝かせてくださってたのでご連れていただくとすごい嬉しいななんていうふうに思うんですが、まあ、今日は音ざっくばらにと言いますかね、えりも町のことの取り組みですとか、また中野さんのことを伺っていきたいなというふうに思います。中野さん、保健師としてまたえりも町役場でお仕事を始めてどれくらいになるんですか？私は平成9年に入社しましたので、はい、17年間働いてます。はい、ずっとこの同じ何でしょう、現場というか、はい、一筋なんですか？はい、そうです。
普段お仕事どういうお仕事なんですか？私の仕事は健康部門なので、はい、赤ちゃん訪問に行ったりですとか、乳幼児検診行ったりとか、はい、あとはお父さんお母さんの健康診断特定検診とか、肝がん検診の方でも問診を取ったりしますし、肝、はい、検診とかをやってます。みんなが健康になるようにっていう仕事をしてます。えりも町の町の町民の方の健康をどう、まあ、いろんな角度から、はい、そうです、支えてたりとかお手伝いしたりとかしてらっしゃると、はい、お忙しいんじゃないですか？そうですね、結構いろんなって、はい、えりも町のいろんなところに出かけていったりするでしょう。はい、家庭訪問させてもらいます。ね、やっぱりこう周知というかおはがきとか、はい、あの広報にチラシを入れるだけでは見て関心を持ってくれる方はいらっしゃるんですけども、自分のことに当てはまらないかなって思うような方もいらっしゃるので、ついついふーんって見て置いちゃいます、横に置いちゃいますよね、はい、でその横に置いたのがいつの間にかなくなっちゃったりとかね、そうですね、してしまいがちですもんね。はい、本当にご自宅に伺ったりとかっていうことも、はい、あの細かくされているということなんですか？そうですね、今回 の、あの川西先生が来てくれる肝がん検診は、はい、肝炎ウイルス持っている方にはどうしても毎年受けてもらいたいんですけども、ね、どうしてもこうお仕事が優先になる町なんです、漁業の町なので、ね、なのであのでも健康じゃないとお仕事もできないので、あの忘れてないかなっていうので家庭訪問して、本人が忙しいんですけど、はい、いらっしゃらないんですけど、ご家族の方にこれあるから声かけてくださいっていう風にお話すると、去年受診してくださる方が増えて、はい、やっぱりそういった地道なというか、はい、本当に足で稼いでだったりとか顔を合わせてっていうので、はい、やっぱ変わってくるんですね。そうですね、私たちもやっぱりこう紙を渡すだけでは、役場から郵便を送るだけではどんな人に届いてるかっていうのが、はい、見えないですもんね、見えない部分もありますので、ね、はい、どうのお仕事忙しい方もいらっしゃるし、はい、ご家族を介護されてる方もいらっしゃるし、家庭に行って分かることがすごいたくさんあるので、うん、家庭訪問を一生懸命やりたいなっていうふうには思っているんです。そっか、じゃあ例えば、あの中野さん来てくれて、あ中野さんの顔見たらそろそろだなだったりとかそう思ってくれる人が、分かったお父ちゃんに言っとくわっていうようないっぱい増えたらいいなって思ってます。えりも町って今人口でいうとどれくらいの規模なんですか？5300人ぐらいですね。あやっぱり漁業に、はい、おい、あの家計生計立ててらっしゃる方が多いということなんですね。はい、そうです。本当のというか、漁師さんは半分ぐらいが漁業 で、 あ、 で、ね、あとは加工業とか漁師に関わる方も2割ぐらいいて、その他は公務員だったりとか、あの商店の方とかっていう感じで、はい、漁業の町です。そうなんですね。いや、最初いかがでしたか、先生に会ってどんな印象でしたか？先生、はい、すごく、はい、先生らしくなくてこれ褒め言葉ですよ、リスナーの皆さん、これ褒め言葉ですからね、はい、先生らしくなくて、はい、どんなイメージだったんですか？私新人で、はい、もう本当に入ったばっかりで、もう本当それくらいからのお付き合いですか？私もちょうど肝がん検診始めた頃に新人でいたんですよね。じゃあ新人同士で、はい、私は先生、新人って言っても先生ですから、はい、お医者様ですから、はい、すごい緊張してたんですけど、はい、すごく気さくな先生だったので、はい、いろんなことを、肝がんのこと、あのウイルスのこと、はい、いろあの検査値の見方とか、すごくいろいろ優しく教えてくださったので、はいはい、すごく好きな先生です。でもそういったあの本当に新人の時で、ま、だ最初はね、まあ、知識が例えばねなくてみたいなところからスタートしてだと思うんですけども、今は何でしょうね、どのように捉えてらっしゃいますか？肝臓ウイルスを持っている方は全く自覚症状がなくって、はい、本当に発症して悪くなってからやっと体がこう訴えてくれるっていう、あの病気が肝臓は多いので、はい、こういうふうに先生が年に1回でも、えりも町は医療がどうしてもこう札幌から遠いですので、こういうふうに札幌からえりもまで来てくれて検診を受ける機会を作ってくださっていることにはとても感謝をしています。はい、なのであの肝臓の病気持ってても気づいてない方がどんどん悪くなっていってしまって治らないっていうことがないように、一人でも多くあのウイルス検査を受けてもらったり、必要な方には肝臓がんの検診を受けてもらったりっていうのをしていきたいっていうふうに今思っているんです。
先ほどちょっと川西先生の言葉からもありましたけども、その女性のね制度っていうところは、これはどういう女性、何に対しての女性なんですか、教えてもらってもいいですか。はい、年に1回リモ町で肝がん検診、川西先生が来て検診をやっていただくのに、はい、エコー検査や先生の療養指導を行って、はい、6000円の料金がかかるんですけども、はい、それを町から半額の3000円を助成するので、リモ町民であれば3000円で検診が受けれるという助成制度になってます。はい、でもこれ女性あるのとないのとやっぱ違いますよね。全然違うんですよね。ですよね。これだって例えば自分がね受ける立場でって考えた時に6000円と、まあ、本当に単純に6000円と3000円じゃ、6000円だとちょっとあそっか5000円以上かとかね思ったりとか、これ食費何日分だろうとかってね考えるじゃないですか、ね、実際に自分のね財布から出てくるものって考えると、もちろん健康大事だってことは分かっていても、うん、目の前のやっぱりことだったりが、先ほどお仕事のこともそうですけど、ね、目の前出てくる、出費とかもやっぱ大事だなと思っちゃうので、それが3000半額町が負担してくれるっていうのは大きなことだなと思います。これはやっぱりどういう流れでこうなったんですか。6000円で検診の方を、はい、やっていたんですけども、はい、一つのきっかけは川西先生が入茂町に来て学習会をしていただいて、はい、やっぱり広くみんなに受けてもらいたいんだよっていうのを私たちに教えてくださったのが一つと、はい、あともう一方で町議の入茂町の町議さんが肝がん検診ってあるけども、はい、もう少し受けやすくはできないのかなっていうお話が、課長、保健福祉課長の方とかにもありまして、課長もすごく熱心に検討してくださったら、どうしたらいいんだろうかってところからですよね。はい、そうするとうちの町の町長はじめ副町長とか総務課長とかは、うん、そういう人は救っていかなきゃいけないのでっていうことで理解してくれて、3000円の助成っていうのになりました。はい、これいつからなったんですか。去年なので、25年度の4月から助成が始まりました。そうなんですね。はい、じゃあ例えば今年度は3月までですし、次の次年度も引き続きこちらは続いていくんですか。はい、はい、今その予定で4月に検診ありますので、はい、そこでは3000円で受けれる予定になっています。これこういったね女性の制度を立ててるところっていうのは、はい、例えば北海道内とかでも多いんですか、少ないんですか。2007年に私たちが始めた肝がん検診では、はい、新篠津が一時期やってくれたんですよ。はい、それがなくなって、うん、もう一回復活っていうことで、はい、まあ、今年から多分できるだろうと、あと遠軽町と、はい、道南地区では麻布町とか、あと奥尻町とかがそういう助成を入れてくれたりとかっていうふうにしてくれていて、やっぱり少しずつ一時期こう各地予算の削減で一回もそういうのがなくなるとなかなか再現できないって言ってたんですけど、やっぱりそうやってこう保健師さんたちが勉強してくれたりだとか、そういったことでこう少しずつ理解が増えてくれて、アセタナ町も助成ができるようになったりだとかってこと、やっぱり保健師さんたちの後押しとか、あと議員さんだとかがこう関わってくれる中で、まあ政策っていうかそういった制度を、ね、作ってもらえるっていう流れができてるんで、本当に肝炎の人にもちろん肝がん検診してほしいんですけども、そういった肝炎のそういった対策がね、みんなにとって必要なことなんだっていうことをやっぱ広く伝えていきながら、まあ、やっていくと、こういうふうに協力してくれる方が増えるんだなっていうことで、そうですね、すごい助かってます。入茂町なんかは、はい、40人か50人ぐらいの受診者数が急に90人ぐらいに増えたりとか、倍ってことですよね。すごい効果があったんですね。かかりますね。やっぱり直接訪問してくれたりとか、そういうふうに呼びかけたりだとかって、やっぱ保健師さん方って熱心にやってくださる方が多いので、はい、そうやってこう保健師さんたちが声かけてくれるだけでも受診者数増えるし、それにその助成制度が入ったってことでね、もう素晴らしい効果だなというふうに思ってます。いやだってやっぱ命に関わることじゃないですか。それが例えば40人50人が90人になってって、まあ、数値で言うとね、まあ、どっちも100人以下でしょって言ってしまうそうだけど、でも全然違って、その数字のその向こうにはやっぱり患者さんとか生きてる人の人生があって、それだけの数の人たちの一つのなんだろうな、でもその守ることとか、まあ、転ばぬ先の杖だったりとか、ね、かかり知れない効果ってありますよね。あります、ね、はい、で僕は実際に行政の方とかとお話ししたりとかね、取材させてもらったりとかすることもあるんですけども、やっぱり予算の関係ってどこもね
やっぱり削減だったりとか、一回なくなったところがやっぱりね、またっていうところってやっぱり難しい。だって町のお金って町のいろんなところに使わなきゃいけなくて、で大切なものとかもそれぞれあって、どれも本当は削れないものなんだけど、でも全体はね、増えなかったりとか決まってるものがあって、どこをじゃあ優先するのかって、多分すごくどこの町の方もね悩まれてると思うんですけども、そんな中で、でもこれ大切だよねっていうことで、こうやってその女性の制度がまたというかね、えりも町でできてっていうところ、すごくなんか心強いなというふうに思います。はい、漁師さんは体が資本ですけども、はい、どちらかというと健康よりはお仕事優先にされる方がすごく多いので、それもすごい大好きなところなんですけど、働き者の、お父さんたちの家系でこう家族がみんな笑顔でいられるので、でもその笑顔は健康がないとっていうのは、私たちの立場からは一生懸命伝えさせてもらって、少しでも自分のための時間を、ちょっとでも検診に時間割いてもらえればなっていうふうに本当に思っています、ね。そうですね、検診はやっぱり1日かかるものなんですか、それともどれくらいで受けれるものなんですか。混まない時間であれば、本当に1時間2時間ぐらいで、いや、そうなんですよね、はい、終わります。で、なんか行くの億劫とか思っちゃう人もいると思うんですが1時間2時間ですから、でもそれが自分の健康を守ること、ひいては家族ね、大切な家族のためになることですので、これ本当にえりも町の方はもちろんですけども、今聞いてくださってる方、ぜひこういった肝がん検診、また肝炎のウイルス検査ですね、検査自体は本当にとか検診自体は体に負担もねほとんどないですし、血液検査だと本当にすぐ取って、でそんなに何も何も時間もかかりませんので、ぜひぜひ気軽に受けていただきたいなって私もですね思います。でもこの気軽に受けてもらうっていうところを浸透させていくのも、ちょっとやっぱりでもやっぱこれは重ねてですかね、どうですか、です普段からお仕事してて。そうですね、異常が見つかるのが怖いっていう方も、そこなんですよね。でもすごく多いと思います、はい、例えば病院に行ったらとか、検診受けたら、検査受けたら、やっぱり一番悪いことのことを考えたりすると、もしそれだったらって思うと足がすくんでとか受けれないっていう人いますよね、どうしたらいいでしょう。私の保健師としてこう、今一番こう芯で持っていることは、防げる病気で病気になって亡くなってしまう方っていうのを防ぎたいっていうふうに強く思っているので、今がんは早く見つければがんで亡くなるっていうことがほとんどなくなっているぐらい、早期がんは治るっていうふうに言われてきているので、おっかないっていう気持ちもあるし、時間がないっていう方もいらっしゃいますし、お金がないからっていろいろ理由はあるんですけども、防げる病気で亡くなるっていうことだけは本当にこう家族にとってもご本人にとっても辛いことだと思うので、少しの時間でも健康を少し考えてもらったりとか、何かのきっかけの時に体のことを少し振り返ってもらえたらなっていうふうに思いながら毎日仕事をしていますの で、 そうです、ね、はい、なんかその思いが通じればと思います。でも今日ね、先ほど初めましてのところからこの生放送スタートしてるんですけども、なんか中野さんのね人柄がね、もうねこの20分ぐらいでもうビシビシ伝わってきました、保健指導係は何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。今は3名です。3名で、はい、じゃあ3名で例えば地区分担してとかでやってらっしゃるんですか。はい、そうなんです、優秀な部下が、部下というか係がいます、皆さんがね、はい、いやそうなんですね、はい、そっか、近々えりも町とか行かれる予定とかあるんですか。あ、えりも町の方は、はい、肝がん検診まで今のところ予定してないんですけど、じゃあ4月ですかね。そうですね、はい、同様に札幌が今今度2月の17日にあるので、はい、そういった意味では6000円っていう検診の費用っていうのは普通の病院に行った時にかかる費用と大体同じなんですけども、そうですか、はい、やっぱり1回来てそれがお返しされていくので、1回の受診で結果も分かるっていう意味では本当にぜひ活用してほしいし、B 型新型の肝炎は分かれば今治る時代になっているので、本当にがんで死ななくて済む人たちがどんどん見つかって助かっている検診なんでね、本当に怖がるっていうよりも安心するためにね、ぜひ受けてほしいということで、エリムの方は本当に私も付き合いが長いので、はい、検診に行くと、あ、また先生太ったね痩せたねって
まずね、まずね、あら先生今年はちょっと膨らんだかしらとかね、あら今年はちょっと痩せてるわと先生に言われたくない脂肪肝の方が少し痩せなさいって先生言うんですけど、そうですよね、言いますよね、はい、全然説得力がない、うん、そうですよね、はい、先生って言いますよね、はい、先生だから原始人食最近やってるらしいですから、痩せたんですね、痩せてるんです、ね、最近痩せてる、見て分かりました、ちょっと分かんない あれもうちょっと、もうちょっと、もうちょっと目で分かるぐらいしないといけないみたいですね、あとね今ちょっと聞いて思ったのは、その検診受けます、あ検診受けて結果がその日に分かるんですか、いや結果が1ヶ月以内に郵送で送られるんで、じゃあ認定行かなくて済むっていうことなんです、うん、そうなんですよね、あでもそれもいいですね、いやそれが本当に一番いいあれかなと思ってやってるんですけど ね、検査とかによっては例えばねまた1週間後とかに聞きに来てくださいっていうような検査も直接説明っていうふうにあるじゃないですか、病院だとどうしてもそうなりやすいんですよ ねあそれはいいですね、はい、で通知が来たものでそれこそ家族みんなでね、うん、あよかったねとか、あじゃあこれちょっとまた ね、例えば引っかかってるから病院行った方がいいねとかね、みんなで考えれますもんね、そっかそっかそっか、今札幌の検診の話も出ました、ちょっと詳しく教えていただいてもいいですか、あはい、2月の16、はい、16日か、はい、16日にカデル27で、午前午後と肝がん検診をやります、で申し込みが今電話で受け付けていますので、はい、もし可能な方はぜひね受けてほしいと思います、はい、こちら石狩地区の札幌肝がん検診現在予約受付中となっております、対象は、本来の肝がん検診では肝がんになりやすいと言われている B 型肝炎ウイルスを持っている方、 C 型肝炎ウイルスを持っている方、肝臓病のある方、また過去に肝臓病になったことのある方、輸血や血液製剤を使用したことのある方、肝臓病の家族がいたことがある方、また、特に落ち着いているからと受診されていない方や治ったからと言われている方や肝臓専門医の診察を一度も受けたことのないという方はぜひ受診していただきたいと思います、2月16日日曜日午前9時から午後3時までとなっています、カデル27は中央区北2条西7丁目となっています、こちら、お問い合わせ先ご案内させていただきたいと思います、お問い合わせは肝がん検診団事務局です、電話番号011-350-1008 番、350-1008 番、受付時間は午前9時から午後5時までとなっております、こちら留守番電話対応になっている場合があります、折り返し受診時刻などの記載した予約表を発送いたします、万が一2月13日までに届かない場合は事務局に再度お電話いただきたいと思います、こちら先着100名ということで申し込み締め切りが1月29日水曜日までで、こちら変わりないですか、あ、ちょうど、はい、1週間ぐらい遅れても大丈夫です、大丈夫ですか、はいはい、ぜひぜひこちらでも先着なんですよね、一応100名までが、はいはい、ですのでお早めにぜひお申し込みいただきたいと思います、2月16日日曜日開催です、石狩地区札幌肝がん検診予約受付中のインフォメーションでした、さてインフォメーションの後は今日もお待ちかねの方いらっしゃると思いますよ、今日も2曲生放送の中で、歌っていただきたいなと思います、これ中野さん歌は聞いたことありますか、あります、あります、えりも町でも歌ってましたか、えりも町で、はい、コインやると、ね、はい、歌ったり DVD で流れてたり、はい、今日はこの距離ですよ、はい、もうすぐすごいもうゼロ距離ぐらいの距離でそんな中野さんの隣で歌っていただきましょう、はい、今日はどんな曲でしょうか、とってもいい気持ちっていう歌といつもいつもっていう曲を歌いたいと思います、はい、でとってもいい気持ちっていうのはなんとなくこう空見たり森見たり川見たり山見たりしてる時に気持ちいいなっていうところで作った曲で、うん、まあ、みんながそういう風に感じてほしいなと思って作った曲なので、はい、まず聴いてみてください、
青空を見上げて白い雲を見つめてすがすがしいって思うかな、とってもいい気持ち、山並みを見渡して緑の木を見つめていい匂いって思うかな、とってもいい気持ち、海原を眺めて白い波を見つめて大きいなって思うかな、とってもいい気持ち、友達と出会って楽しい時を過ごして笑顔がたくさん見れるかな、とってもいい気持ち、これからを見つめていろんな夢を持って夢がいっぱい叶うかな、とってもいい気持ち、とってもいい気持ち、とってもいい気持ち。ありがとうございます。次に歌いたいと思って今日持ってきた曲は、いつもいつもっていう曲なんですけども、まあ、この歌はですね、実は私が医者になるきっかけがその結核療養病棟にいたおばさんで、まあ、そのおばさんが、まあ、寺木ちゃんって医者になって、まあ、病気で医者にかかれないとかお金がなくてかかれない人たちのために医者になるっていいことなんだよって言って、まあ、その言葉を聞いて医者になりたいなって思った、そういったおばがいまして、まあ、そのおばが結核後の、まあ、後遺症ったらいいんですけども肺炎で最後亡くなったんですね、うん、だからそのおばが、まあ、亡くなった時にちょっと思って作った曲なので聴いてみてください。あなたの声を聞かせて、いつもいつもいつまでもあなたのそばにいさせて、いつもいつもいつまでもあなたは私の心をいつも優しく包み込む、あなたは私の思いをいつも見つめてくれていた、いつもいつもあなたは笑顔浮かべ、いつもいつもいつもあなたは伝えてくれた、いつもいつもありがとうの気持ちを、いつもいつもいつもありがとう。あなたの声を聞かせて、いつもいつもいつまでもあなたのそばにいさせて、いつもいつもいつまでもあなたの声は私をいつも優しく包み込む、あなたの思いは私をいつも温め気づかせる、いつもいつもあなたの笑顔を思い、いつもいつもいつもあなたに伝えたかった、いつもいつもありがとうの気持ちを、いつもいつもいつもありがとう。
ありがとうございました。いやいかがでございましたか、この距離での。いや、はい、いつも聞かせてもらってますけど、はい、優しい声だなというふうに思います。はい、さてここで私から、B 型肝炎感染、察しで再発防止ということで、今全国 B 型肝炎訴訟原告団弁護団の皆さんが一つ、パンフレットを作成しました。ご案内させてください。集団予防接種の注射器使い回しでウイルスに感染したとして患者らが国に損害賠償を求めている B 型肝炎訴訟の全国原告弁護団が、感染被害が拡大した経緯や再発防止への提言をまとめた冊子を作成しました。希望者に無料で配布しています。この冊子は検討会の調査研究結果や提言をイラスト付きで紹介しています。患者以外の人にも理解を広げるため病気についての解説や参考文献一覧表も付けています。これ今回母子手帳のデザインを模した形となっておりまして、これは親が我が子の健康を願って受けさせた予防接種が悲劇を招いたという事実を踏まえたものだそうです。これ実際に私も札幌の弁護団の奥泉さんの方にですねお電話して、こちら届けていただいたんですが、こうやって私も資料として持ってるとうちのスタッフもね、あれそれ何なのって、母子手帳なんで村方くん持ってるのって言われて、いやでもこれねこういうことで作られたものなんですよということでお話ししてきました。とても目を引くものとなっております。奥泉さんも多くの人に読んでもらいたいということで話をしていらっしゃいます。ぜひ皆さんこちら分かりやすく、内容もですね本当に分かりやすく、なっておりますので、ぜひさまざまなところで手に取っていただきたい。また実際にちょっとうちも欲しいわという方はですね、北海道弁護団事務局までお問い合わせいただきたいと思います。電話番号 011-231-1941 番、 011-231-1941 番となっております。こちら1月10日の北海道新聞にもですね写真付きで朝刊で掲載されておりましたので、興味持ってらっしゃる方ぜひこちら B 型肝炎の感染被害などについて分かりやすく載っておりますのでご覧いただきたいなと思います。なんか子どもたちの学習などにもですね使える中身になってるんじゃないかなというふうに思います。さてお時間もいっぱいとなってまいりましたが、ではでは今後なんですが、次の1ヶ月川西先生、予定などありますか。はい、今月の1月の30日にですね、安平町の方で肝臓の医療講演をしてきますので、はい、もし、そういったの興味ある方はぜひ参加してもらえばと思いますし、2月の13日にはカデル27の方で、午後1時からですけども、はい、肝臓の勉強会医療講演とあと交流会を企画していますので、まあ、肝炎の最新の治療等もお話ししたいと思ってますので、興味のある方はぜひ聞きに来てください。あと16日が札幌の肝がん検診ということで、やっていきたいと思ってます。はい、こちら肝臓医療講演2月13日カデル27のこちらのお問い合わせも、肝がん検診団までお願いします。 011-350-1008 番となっております。さて今日の生放送、入りも町役場から中野さんにお越しいただきました。中野さんいかがでしたか。楽しかったです。そうですか、はい、ぜひ最後に、保健師という立場でもいいです、中野さん個人の立場でも結構なんですが、リスナーの方に向けて一言メッセージをお願いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、少しでも健康で自分のやりたいこと、お仕事であったり子育てであったり、それを実現するためにも少し体のことを振り返っていただければなと思いますので、健康診断、がん検診など年に1回でいいので受けてもらいたいなというふうに思っています。はい、あともう一つ、えりも町にもぜひ、そうですよね、遊びに来てください。えりも町これから何が一番楽しいですか。ですね、はい、2月3月は強風が、はい、強風が楽しい、はい、強風って強い風ですか。そうです、体験できないぐらい、はい、強い町です。風の館、浜風ってことですか。そうですね、はい、風の館、なんか聞いたことあります。風の館もあります、うん、風の体験のできるんですよね。はい、
もあります。4月5月になりますとウニ祭りもあります。ウニ食べたい、はい、年中好きお魚豊富です。そうですよね、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います。いいですね。最後えりも町のもう PR バシッとしてくださいました、はい、今日はえりも町役場保健福祉課から中野さとこさんにお越しいただきました。中野さん改めてありがとうございました。ありがとうございました。今日のこの時間、毎月ですね、ご出演いただいております、肝がん検診団団長、そして札幌緑愛病院肝臓センター所長の川西輝明さん、川西先生も今日もありがとうございました。どうもいつもありがとうございます。また来月もどうぞよろしくお願いいたします、はい